今回の雑学はこちら。一人当たりの所得が一番多い国はどこの国かと。はい。2012年の国民総所得によると、一人当たりの年収が最も多いのが、ノルウェーで66,940ドル。日本円で669,600。2位がルクセンブルクで61,160ドル。日本円で601,600。日本はどうかというと、363万になっています。ちなみにデータがある国の最安の年収が、コンゴ民主共和国の39,000円となっていると。最も所得が多いノルウェーですが、消費税の高さもトップレベルに高いと。所得が多い分ごっそり持っていかれると。ということです。